はい、オリジナル T シャツビルティを作るのにちょっとうろうろしてるんですけども、新あれ新じゃないの、梅田の新歩道橋、ここは梅田の新歩道橋になります。ちょっとこっからもうここはうわ階段つまずいた、すみません、歩道橋からちょっと高層ビルを撮ってみたいと思います。どのシーンをビルティに採用しようかとうろうろしてるんですけども、ちょうどやっぱもうビルの真下まで来るともうビル影がいっぱいできちゃって、この前もいや実は来てたんですけど、すごい雨の日曇ってたんですが、今日晴れてるのでどんな感じで撮れるかなと思ってやってきたんですが、このような晴天ですが、これを一気にまとめて撮るっていうのは難しいな。このように阪神百貨店ごっついな、もう大阪駅の周辺はもうこのようにもうビルで囲まれつつあります。向こうの方にもちょっとこの辺ちょっとすみません、指ですみません、この辺にも郵便局の新しい高層マンションがあと 2,3 年後には建つので、もうそれが建つともう大阪駅の前はこのアクティ大阪の高層ビルをはじめずっとこうぐるっと、ここには今建設中の阪神百貨店の高層ビル、こんな感じです。ちょっと真下まで来たんでわからないんですけど、この上にはまだ建設してるのでタワークレーンがあります。ほんでこちらぐるっと見渡すと、ここにこの辺で多分一番高いかな、これは高層マンションと下はなんか商業施設になるんかな、の建設中の高層ビル、高層マンションかな。ほんでこちらぐるっと見渡すと、こちらが阪急です。これは阪急の高層ビルになります。ほんであちらぐるっと回ると、ヨドバシの高層ビルに、もうちょっとグランフロントの高層ビルの頭だけがちょろっとここにちょろっと見えています。でこちらは大阪駅になります。このアーチが屋根があるところです。大阪駅のすごいところは、僕大阪駅がこの出来上がっていくときにもうずっと楽しみやったんですけども、大阪駅はホームの上に屋根がない作りにしようと頑張っていました、初めは。だからどう言ったらいいんやろ、駅を渡る時の上から電車がホームのところにある、そのホーム屋根がない状況で電車の往来が見渡せるような駅を作っていたはずなんですが、どうしてもやっぱり雨風が強い時にこの横からバーッと雨が吹き込むので、それを断念して透明のホーム屋根を作りました。なので今はホームの屋根もちょっと、ほんでこの端の方にはもう映っちゃってると思うんですが、このようにホームのこれがそのホームの屋根って言ってるんですけど、ホームにこの屋根がこうあります。ほんで真ん中の方は屋根を透明にしているので、まあ一応ちょっと電車のあれが見えるんですけど、やっぱり鉄骨とかがどうしてもあるので、なんか当初の予定通りにはやっぱり行かなかったです。もうホームも何もなしにする予定やったんで、そういうホームの屋根をつける鉄骨も全部撤去される予定でした、初めは。なので今はその鉄骨のやっぱり屋根があるっていうことは鉄骨もいるので、どうしても鉄骨がある、なんか鉄骨ばっかりだな、鉄骨がある屋根が、鉄骨があるイコール柱があるいうことなんで、このように柱が見えるかな、これ普段ならば非常事態。
祥寺内やからか、もう人通りがむっちゃ少ないです。こんな梅田はなかなかないです。ここはいつも阪急の阪急百貨店の肉カタラとか大阪駅に行くカタラで、すごい往来が激しいところです。人の往来が、ほんでこのようにこれ屋根、この大屋根ができたことによって、大阪駅のこのホームのここら辺の屋根が撤去される予定でした本来は。そしたら上のあとこのこの辺から電車好きな人はずっと電車の往来が上から見える、こういう障害物、屋根とか、やっぱホームの屋根あったらはっきり言って見づらいんで、それがめっちゃ期待されていたんですが、この雨風がこの横からこうビューって入り込んできて、屋根がなかったらもうみんな電車待ちする方らがやっぱ濡れるっていうことだったんで、それは叶いませんでした。でも晴れている日とか少々の雨やったら、この大きな屋根がめっちゃ役に立ったやろな。はい、この辺もなんかもうほんまにトラバーにしてきたな。お、こっから、あ、これそう、今そう、この動画撮影来てるんは、そう、ビルを撮影しに来てる、動画で撮影しに来ているだけではなく、このように高層ビルを僕のビルティーにしよう、オリジナルビルティーシャツにしようと思って撮影来ているんで、はい、僕のお気に入りショットを探し回っている動画になります。ちょっとやわ、ほんまもなんかもっと大阪のビルがいっぱい映ってるように映したいんですよね、本当は。でもこれも悪くないな。ちょっと改めて写真撮りたい、また写真撮ってビルティーにするか悩みたいと思います。さっきもずっとこれちょっとさっきからビル動画、ビルティーを作る旅の動画を映してるんで、何度も言ってるんですけども、僕はこうやって間近に来てビル見渡すのも大好きやし、遠景遠くから見る高層ビルも大好きです。なのでまあいろんなパターンのオリジナル T シャツ、そしてオリジナル T シャツって言ってるんですけど、売り出すとかそんなんではなく、僕だけが着ようと思っている T シャツなんで、もうこの動画は完全に自己満の動画になっています。普段から全部自己満ですけども、でこれをビルも一緒に入れたんやな。そうなるとだからやっぱり円形っていうか、その近くに来てしまうとどうしてもこのいいアングルが取れへんのやな。ここあーむずいぜ。これ今ここもなんかこれは椅子のはずです。ちょっとおしゃれな椅子になっています。多分どうなる。おお、滑るちゃうな。椅子っていうか、あ、いた、静電気来た。こんやっぱただ座るだけなんかな。滑り台みたいになってますが、シューン、こっちのちょっとずつ高くなって、どんどん低くなって、また高なっているので、身長に合わせて座れるのかな、これ。はい、アクティ大阪、これ動画ずっと回していますが、自分でどこを T シャツにしようかと悩んでいるっていう動画なんです。はい、やっぱり円形が撮りやすいよな。よし、ちょっと悩みます今から。では動画ポチッとしたいと思います。円形動画かな、やっぱ円形写真で高層ビルを撮った方がやっぱ映えるよな。
僕はあのワンピースのエースが黒ひげと戦う時に炎帝っていう大きな円を作った、あの炎の円を作ったあのシーンが今思い浮かびました。炎帝めっちゃかっこよかった。ではこの、でもこれは本当に阪神百貨店のこの作り、もう芸術ですね。これは芸術です。これはやばいわ。梅田、僕がずっとあのヘルメットしたまま撮影しているので、なんぞいやみたいな顔で見られてます。ではポチッとしたいと思います。ポチッ。ただいまは大阪駅の南口、南口からちょっと歩いてきたところにやってきたんですけども、やっぱりあのどんだけ近くにこうあの高層ビルの近くに来ると、どのアングルでこうあの固まってしまいました。あのプリント T シャツ作ろうかなと思って、もう悩んでしまって、もうニッチもサッチもいかん状態になっています。いろいろ収めてみるんですけど、そう、なんですよね。やっぱり円形からの方がこうやりやすいな。今ちょっと持ってるのはこの丸ビルをドーンと写したビルティにしてみようかなとも思っています。これあの横右ヒルトンがあって、これもう大阪昔からあるあの高層ビルの一つ、もうほんまに綺麗に丸なんです。これこうやって写しているとちょっと丸っていうのが分かりづらいかもしれませんが、丸ビルになります。横浜にも新横浜の駅前あたりに丸ビルがあるんですけど、それと同じように丸くて茶色くて、ほんでこれ昔はこの丸ビルにこうツタが生えてきてるんですけども、このツタで上までこうずーっとあのツタを伸ばして、緑のあの丸い、まあ大木を表した丸ビルに
その温暖化とかそういうのも考えて、緑化っていうんですかね、緑化を目指したプロジェクトがあったんですけど、全然このツタ、もうそんな話が出て10年とか余裕で経つと思うんですけど、なんかやっぱり断念したって言ってたと思います。ツタがこの上まで上がっていくことができないみたいですね。なんかなので中途半端に、まあ大体この辺でこの丸ビルのツタ終わっています。ちょっとこの辺ぐらいまでビーってちょっとこの辺までなんやな。あともっとこうずっと頑張っていって、なんか途中でやっぱり詳しくは分かっていませんが枯れてしまうんかな、上がりきらんみたいですね。まだ高さで見て20メーターぐらいなんかな。このビルは120メーター近くあるはずなんで、上まで上がることは多分夢物語になったと思います。はい、これ目の前大阪駅になります。大阪駅の大阪しか見えてないですけど、大阪駅、さっき水時計ちょっと映したんで、大阪駅に構内にある水時計をまた一緒に動画に流してみたいと思います。ちょっと近くからのやつは丸ビル、ほんまにちょっと丸ビル考えています。大阪で昔からあるビルなんで丸ビルをビルティの一つにしてみようかなとか思っています。はい、ではちょっと今から庄司行こうかな。庄司まで行って遠くからの撮影に切り替えてみようと思います。つうか今日昼から仕事行こう思ってるんで、仕事に行かなあかんので、長くは撮影できないんですが、もうビルばっかり、ビルやっぱり見出すと止まりません。はい、こうやってビルの谷間にいる自分が好きです。こんな感じ、これ阪神百貨店、その阪神のビルのどんどん伸びてきています。もう少しで完成になると思います。はい、ではポチッとしたいと思います。これドコモビルです。お辞儀、あっち左ちょっと見えてるの、第3ビル、これ第2ビルかな、大阪の。はい、ではポチッとしたいと思います。ポチー。はい、大阪といえば中之島の高層ビルも結構有名です。なのでここからのアングルをビルティにしようかと撮影しています。はい、この場所はこんな感じです。ちょっとせり出しています。これは土佐堀川なんですけども、これは何なの、ここは淀屋橋の看板あるんですけど、土佐堀川やと思います。はい、そう、ここもこれ、ここの間に高層ビルが建つ予定です。今ちょうど外壁が覆われているんですけど、ここは御堂筋なんですが、ここの間にツインタワーの高層ビルがこのように建つ日が来ます。あっちもちょっと高層ビルが建設中ですね。はい、ではちょっとこのような感じやっているところを動画で撮影しています。はい、ポチッとします。はい、田中坊です。ビル撮影中なんですけど、ビル撮影っていうか田中坊ビルオリジナル T シャツを撮影中なんですが、それをうろうろしていると、あんまり見えんくなってきたから、明日天気が悪いよっていう証拠、一番で初めの方にも言ってたんですけど、天気が崩れてくるときにはこのように飛行機雲がいっぱい出てくるって言ってたんですけど、このように太陽の周りにリングが見えると思うんですが、このように明日やっぱり天気が悪くなりそうです。
ビル撮影中に太陽の周りに花笠ができました。花笠やったかな、わからん、輪っかです。はい、ちょっと撮影しました。ポチッとします。今から庄司の方を向かいたいと思います。ポチします。はい、田中坊オリジナル T シャツ、オリジナル T シャツ、ビル T、 高層ビル T シャツを作る旅の今日の旅なんですけど、ちょっともう今日はこれで本当に撮影を最後にしようと思うんですが、ここはこの今ビュンビュン車が走っているところは、大阪でいう大阪風でいう府道2号線、府道ルート2号線ですの中間と言います。いつも中央環状線と僕らは言いますの中国豊中まで2キロって書いてますね。この真ん中は中国自動車道が並走して走っています。この手前の3つの車線のところは中央環状線といって、ぐるーっと大阪を三原の方からぐるーっと池田の方まで大回りしてぐるっと回ってきています。先ほど僕は中之島にいたんですが、中之島までバイクでブイーンってやってきたら、どれぐらいの新御堂筋が全然混んでいなかったら、このように、15分でやってきます。また先ほどそうモノレールが今これ走っているんですが、このようにモノレールもここに走っていて、このモノレールの駅がすぐ確かここが庄司っていうここ駅になる、なります。すみません、嘘言うてんだろ、ごめんなさい。僕いつもここのことを庄司庄司って思っています。そしてここに来てからどれぐらい離れとんかな、10キロぐらいは離れてるんかもしれません。あ、でもちょっとビルティーにしようと思ってやってきたけど、撮影今これは動画で撮影しているんですが、ちょっとここから写真を撮りたいと思うんですけども、ビルのその一つ一つはくっきりは見えません。やっぱりここからはビルがずわーっと立ち並んでるっていう感じが見える状況です。僕はここからの風景大好きなんですけど、ちょっと今日は太陽の差し加減とかいろんなことがあって、ちょっとビルのただ影ばっかりが映ってるような感じになっているので、これをビルティーにするかちょっと考えます。はい、ではそしたら今日はもうほんまにこれで動画を終わりたいと思います。しつこい動画になってすいません。僕のビルが大好きやっていう動画を、そのビルをビルド、ビルの写真をオリジナル T シャツにして自分が自己満で着るっていう、いうところまでをこううろうろしてこんな風に撮影していますっていう動画に動画を撮影しました。この辺ちょっと分からないです。あちらの、 その大阪の市内が立ってあるんですけど、あそこ中之島もあっちの方にあるんですけど、そこからビューンって大阪新御堂筋、新御堂筋は信号がないのですごいビュンビュン来れます。本舗三宅さんも結構大阪市内を走り回っておられるんですけども、新御堂筋をよく走っておられる走行動画を見ているので、その新御堂筋、今日はもうたまたま渋滞があんまり祭日なのでないので、渋滞がなければほんまに市内からここまで、ここ豊中なんですけど、バイクで15分ぐらいかな、あっという間に来ます。大阪のすごいとこは東京とちょっと違って、やっぱ大阪の都心、あちらが大阪の都心になるんですけど、都心から混んでいなかったら10分、15分、20分も走るとすぐにこちらの方、向こうの方はもう山がもう見えてるんですけど、箕面とか辺行くと自然もいっぱいで、ここが東京とかとまたこう
ぱりあの大都会なんで、まあ、八王子の方まで来ると山はあるんですけども、こうずっと東京の都心から山までめっちゃ時間がかかるイメージですが、大阪は結構あの自然も近いです。自然も近いですが、都心にはこのようにもう高層ビルがもう無数に立ち並んでいます。なので東京と、またほんまに東京と大阪の違いのことを今また説明なんかしようってあのしてるんですけど、東京は山がなかなかないので、あのあんまり夜景スポットとしては、あのそれは東京タワーとか高いところに登ったり、ビルに登ったり、あのスカイツリーに登ったり、そういうところからの夜景はある、あのあると思います。あと八王子の高尾山とか、あの辺からもめちゃめちゃあの夜景綺麗と思うんですけど、大阪はあのこのようにすぐにあの山が結構近くにあるので、あちらの方はもうあのちょっと家で見えないんですけど、生駒の山とか、生駒の山からも夜景綺麗し、こっちの箕面の山とか池田とかの方の山に登っても大阪市内の夜景がガーッと見渡せるので、あの大阪はこの自然と都会ともうバッと入り混じっているところです。大阪のビル大好きです。はい、では終わりたいと思います。ポチッとします。ありがとうございました。ポチッ。これでビルティー作るかな。はい、失礼します。